中山智孝は石川県出身のレーシングドライバー。有学館高校出身。1997年二0歳でレーシングカートを始める。その後、地方ジュニアカテゴリーでは幾度か優勝し、シリーズチャンピオンに輝いている。2002年からはシニアカテゴリーに移行し、鈴鹿選手権 FA クラスでシリーズチャンピオンに輝く。全日本カート選手権では、 今一つ実績を残せなかったが2004年にはフォーミュラ界への登竜門として注目されているシック FIA アジアパシフィックカート選手権 FA クラスで2位表彰台を獲得して注目を集めたその実績もあって2005年には鈴鹿サーキットレーシングスクールに入校し主席で卒業フォーミュラチャレンジジジャパンへのスカラシップを獲得した2006年は シリーズ開始初年度の FCJ にフル参戦し、2勝シリーズ4位の高成績を収め、全日本海3選手権へのスカラシップを勝ち取った。2007年は、全日本海3選手権に戸田レーシングからフル参戦したが、リタイア回数が5度を数え上位争いに絡めず、シリーズ9位で終了した。プライベートでは自転車ロードレース好きで、自らもロードレーサー乗り。 その縁で2013年には自転車の勧めツールドフランスの味方からにレギュラー出演している2015年度参戦車両ありがとうございます。